こんにちは、ビレジェンドの辻本です。ビレジェンドのダンです。今日はアブローラの立ちコロをダン君に指導させていただきます。ビレジェンドではお得な情報を LINE にて配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。今日はですね、腹筋種目の、代表的と言っていい、アブローラ、皆さんもやられたことあると思うんですけれども、これのですね、立ちコロ、非常に難易度が高くなる立ちコロなんですけれども、これができるようになるまでのステップをビレジェンドダン君に、指導させていただくというのはですね、立ちコロができないと。そうそう、できないですということを聞きましてですね、前回、アブローラの基本的なやり方の動画は上げさせていただいてるんですけれども、そこからさらにですね、レベルアップして立ちコロができるようになるまでどういうステップを踏んだらいいかっていうところで、今回はダン君に説明しながら行っていきたいと思います。まずはちょっとやっていただこうと思います。ちょっと成功例さっき見ていいですか？まずは立ちコロ、いろいろあると思うんですけど、僕、ギリギリできるかっていう立ちコロなんですけど、このままいきます。ふーっと伸ばして、体が一直線になるまでいったら戻ってくると。耐えれます？はい。っていうところが立ちコロなんですけど、これはでもただですね、腹筋の強さはもちろんなんですけど、骨格ですね、これで不利有利っていうのは非常にあります。っていうのはダン君のようにですね、手足がやっぱり長いとそれだけ負荷も強くなるので、ちょっと不利な骨格なのかなとも思います。でもですね、できるようになると思うので、今日は頑張っていきたいと思います。ステップ踏んで、じゃあまずステップ踏む前の僕の立ちコロですね。ちょっとアブローラーはするの？やらないんですよ。やらないんですか？僕もいつもレッグレイズをぶら下がってやるぐらいで、サチコロやってみます。緊張するな、いきまーす。地味な地味なとこだな。なんかできるんじゃないかな。できそうやけどね。すごいスローにぺちゃんで潰れていきましたね。全然ということで、なんかできそうです。もうすでにできそうなんですけど。できそうなってました今。はい。僕耐えれる気がしなかったんですよ、あんな低いところで。いやいや、もうあそこまで耐えれたら、もう結構もう戻ってくるだけなんで、できると思うんですけど、まず第一ステップとして膝コロですね。強度を下げて行っていただくのが第一ステップです。この動画でもご案内したんですけど、膝をついて肩の下にね、手を置きます。で、股関節の下に膝があるような形の体勢をとって、スタートでしっかり背中を丸めるのがポイントなんですけど、このまま、立ちコロまで行く。しっかりと股関節をね、伸ばすぐらいまで行って、戻ってくると。はいはいはい、はい。いう動作なんですけど、これをちょっと第一ステップでやっていただきます。股関節の下に膝をつけて、はい。で、背中が下に丸める。そうですね、丸まってる状態でしっかり股関節を伸ばすぐらいまでまっすぐ行きましょうか。はい、はい、で戻ってきます。あ、いいですね。行きましょう。はい、もうこれができればあとは立つだけなんで、はい、だいぶちゃいますよ、膝からこの長さ。そうですね、変わったらで、立ちコロのステップとしてはまずこの膝コロが10回ぐらいできる前提、多分ね、頑張ったらできると思うんですけど、それが非常に大切です。で、フォームを習得して、お腹をしっかり使っていくっていうところが基本になるというところからの次のステップとしていきます。次のステップは立ちコロで足を、通常であればね、足腰幅ぐらいなんですけど、足をこう開きます。で、足を開くことで、進む距離がこれで短くなるわけなんですよね。で、これで行っていく方法、はいはいはい、なので肩幅の 1.5 倍ぐらい、開くぐらいでいいと思います。はい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 。で、しっかりつま先重心からこのままいきますよ。はい。で、このままあまり下まで行かずに、はいはいはい、ああなるほど、戻ってくるって感じですね。なるほど。というのは、下までお尻下りないです、このままだと。はい、足開いてるので股関節が詰まるんで。はい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 、なるほど。だから股関節詰まるぐらいまで行っていきましょうか。もう立ちコロですけどね、一般的に言うと。開脚して、そうですね。で、スタートからそのままある程度行って、
背中も使ってそっから戻ってくる戻ってくる戻ってきてやばい、2ステップ目だけやばい、もう一回出してくださいもう一回これはすごいスポットしてたな、今いけてもらわないとちょっと次、釣れないんでストップする、もうストップする手前で戻ってないです手前で戻っちゃってください顎引いて、そのままもうすぐ戻りますあ、そうそうそう、あ、いいですねいけたもう一回だけ行きましょうかもう一回はい体力いけるかな顎を引いて、そのすぐ戻る。あ、OK。あ、いいですね。あ、股関節めっちゃ効きますね、これ。あ、そう。これ股関節ね、結構。あんまり深く下げすぎると痛める可能性があるので、はいはいはい、まあ注意すると。すぐ戻るのがポイントですね。はい。体屈しちゃうと戻れなくなりますね。そうです。もう気合いで、顎引いてって感じで。顎引いて。はい。確かに。で、これも回数を重ねて、まあ10回とかできるようなステップを踏んで、で次にですね、ストッパーをつける方法で行います。まあ、通常であればゴムチューブとかで自分で練習したりするんですけど、まあ、壁とかでいいと思うんです。今日はちょっと重りでストッパーを置きます。1枚で足ります ?1 枚で僕が、はい。要はですね、潰れてしまう前にストッパーで止めて距離を少し、まあ、短めに取るっていう方法なんですけど、例えばですけど、まあ、こういう距離をまず測ります。これまだそんなに伸びきってない状態。はいはい。だから最初はちょっとこれぐらいからですね、スタートするのがいいと思うので、距離を測って、このまま、ここで止める。で、戻ってくる。はいはいはい、はい。いう方法を取ったら、距離を伸ばしていって、戻ってくるというステップを踏みます。はいはいはい、はい。こっちにパワーをやりすぎたら、これごと動いてたら、ぶちゃーんって言わない。これは、気をつけてください。今日は、補助しますので。本来は壁でやったらいいってことですね。壁とかですね、動かないもので。じゃあ、そのまま。で、足伸ばしましょうか、一回。これですよね。はい。で、このまま戻ります。ああ、はいはいはい。はい、じゃあ、来ます。はい、戻ります。あ、OK です。これいけましたね。はいはい、はい。では、拳1個分ぐらい後ろに下がります。このぐらいですね。はい。顎引いて、戻ります。あ、いいですね。もう怪しいですけどね。もう一回いきますね。同じので、はい。はい。あ、いいです、いいです。顎引くの大事ですね。はい、少し休憩して。つりそうになりますね、股関節。ちょっとリラックスしてくださいね。超大きいですね。そこで、そう、足を置いて、じゃあ、ここが本番で。もう行きますね。で、本来であればいろんなステップを踏んでなんですけど、今日これもうこの10分ぐらいで行ってるんでじゃあね、ここにつける手前で戻りましょうか、はい、足の距離はもうそこでいいんで、イメージとして、はい、ここにつける手前で戻しましょうか。なるほど、はい、待ってくださいね、これ気合いで一発ね、はい、もうつける手前で一気に戻しますね、はいはい、全身使って、はいはい、戻る、オッケー、はい、いいですね、はあ、でちょっともうちょい距離を伸ばします、はい、ラスト、はい、いけ、あ、いいですね、あ、っていう、これこういう形ですね、はいはいはい、もう少しね低くいければさらに良くなるんですけど、基本的な立ちころはまあこれで、なるほど、完成というステップ、本来であれば、まあ、ここまでもともとの筋力が、ね、あるのでできるんですけれども、まあ、この手順を踏んでいただくことで、はい、立ちころできるようになると思いますが、一旦何もなしでやってみてもいいですか、はい、今多分最初僕顎上がりながらやったりとかしてたんで、そうですね、はい、あとスピードが若干戻すまでのスピードもあれやったんで、はい、それでやってみて1回目できるかちょっとやってみてください。そうですね、できへんかったらちょっと1ヶ月後もできるようになるまでちょっと僕練習してみます、はい、では行きましょう、行きましょう、顎を引いてここまでいったら戻るすごい、めちゃくちゃ反り腰になりましたけど、はい、でもそういうのね、顎引いたらまだあれ、はい、腰危ないですね、これ多分もうちょっと僕、はい、背中丸めたまま動かせるようになれば、はい、怪我しないですけど、いい感じでした。まあ、でも今言っていただいた通りですね、まあ、いろんな
ポイント、まあ、背中を丸めるであったり顎を引くであったり、まあ、そういう、まあ、ポイントはあるんで、まあ、それは、まあ、ちょっと以前挙げた基本的なフォームの動画でも確認していただければと思いますのでというところで、はい、これはもうできたと。できたでよかったですか。はい、よかったです、はい、ちょっと背中が丸まった状態でできるように練習してます。アブローラーは腹筋の中でもですね、まあ、ストレッチさせて収縮させて非常に負荷の強い、まあ、筋ですよね。いやもう僕今回やって思ったのが、アブローラー割と腸腰筋っていう筋肉めっちゃ使うなと思って、そうです、腹直筋だけじゃなくて、はい、股関節のこの足を上げるこの動作で使う筋肉ってめっちゃ重要やなと思いましたね、はい、だからアブローラーをするためにさらに補助的に鍛えた方がいい筋肉とかもね、うん、考え出したら結構めっちゃ背中も、ね、それこそ背中腕もいりますしね、まあいろいろあるのでね、アブローラのためのトレーニングも面白いかもしれないですね、はい、あそうですね、またアブローラするための筋トレっていうのでやってみてもいいかもしれないですね、はい、はい、今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しております。またビーレジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。